これってまあまあなんか絶望的だなって思ってさ、私に憧れを持ってるんだ。タンポポだ、唐揚げ。うん、絶望だ。よろしく頼む。動画の冒頭ではありますが、一つ懺悔をさせてくださいというか供養をさせてください。母の日5月14日に子供からこんな手紙もらっちゃった、うるうる、ママも頑張りますというつぶやきをしようとしていたことをここに発表します。よろしく頼む。うわー、見て、最高のピクニック日和だね。爆死系大雨。新潟って結構デフォで天気悪いから自分でテンション上げていかないとって時あるよ。熱っ。あ、びっくりした。何あれ、ちょっと待って、めっちゃびっくりしたんだけど、見る、これ見えるかな、人がぶら下がってんのかと思ったらシャツかよ。まあでもシャツつってもこれこんなとこに普通ないよね。どこから飛んできちゃったのかな。え、これシャツ、本当に大丈夫ですか。あ、違う、桃引き。桃引き。よろしく頼む。このさ、白いのなんていう名前だっけ、シロツメクサ、なんか大犬のペコリみたいな名前のやつなかったっけ。大犬のペコリ、雨なのにサンダル入ったらすごいろんな人に見られた。すごい熱い眼差しを送られた。多分みんな私に憧れを持ってるんだ。よっこらしょ。もう汗でベタベタ。やばい、汗で前髪が脇毛みたいになってる。ここ脇。これファンの子にいただいたハンケチ、ありがとう。チーと名誉と分かれ道、通称チーカワ。なんか謎鳥いる、唐揚げ興奮とか。美味しそうだな。美味しそうって言っちゃダメだよね。なんていう鳥だろう、パルカって言います。持ちやすそうな鳥だね。はい、ここの場所みんな覚えてるかな。ここの場所いつだったの、3年前かな、4年前かな。はい、俺の秘密基地。じゃあ購入品紹介。なんか古町の広場みたいなところで、あの手焼き、鯛焼きが売られてて買っちゃった。小豆とチョコ2つとサラダ、塩、表面、これが豚汁に変えてさ、やっぱ失礼かなと思って豚汁に変えないと。変更豚汁を。変更豚汁ってちょっとなんかいいね、好きな四字熟語決まったわ、変更豚汁。で、いや久々だな、牛丼並盛り。うわー、あと食べれるか分かんないけど唐揚げ。2回も書いてくれてる、唐揚げ唐揚げ。よし、ではいってまずサラダからね。うやったやった、このさパキってやるタイプのさシリーズ大好きなんだ。楽しくない、パチってやるの。よし、ではまずサラダからいただきます。おいしい、もちもち。サラダから。私の計画だと体液で始めて体液で終わりたいんですよ。うまっ。見てよ、村井田さん、まだあの謎取りいるんだけど。来るか、こっち。いいよ、入れちゃっても10秒で支度しな。どうだ。でもそう、あの、なんていうのかな、紹介してもらった合コン、合コンでもないか、うん、うまっ。なんかみんなたい焼きどこから食べる、私目頭からいった、サラダ美味しい。サラダっていうかあれだね、新鮮な魚。生魚、新鮮な焼き魚。ガチやり
よろしく頼む。で、あの紹介してくれた人っていうのが友達と飲んでて、でその帰りに声かけてくれた男性なの。でなんで今回この話をしてるかというと、あの男性陣から男性側からぜひ話してくださいって言ったの、あの話してくださいって言われたのでお話しするんですけど、まずその声かけてくれた人は、あいつも見てますみたいな、なんかテレビで言ってましたけど本当に彼氏いないんですかみたいな、どうせ営業ですよねみたいなのを言われてさ、おいそんなことないけどみたいなそんなことめったに言われないからさ、いやいやいや、まあ、え本当にないですよみたいな感じでさ、えなんか紹介しましょうかみたいな、誰かって言ってくれてさ、でその方はもう彼女がいるから、あの僕の同僚紹介しますみたいな、今度飲みましょうよつって、でインスタ交換した方なのね。でやっぱ今時の人ってさ LINE 交換しないんだね、インスタなんだね。で結構なんか常連なのかなと思ってて、最初もう紹介するっていうのが、だいたいそういうのってさ、私流れた経験の方が多いからさ、その何あの飲みましょうねとか紹介しますねとかって結局なくなることが多くて、あるじゃん大人ってそうじゃない、その先でちゃんとあの決めてくれる人ってレアだよね。あれ七味ないか、なんか豚汁もね、天候豚汁おいしい、吉野家の豚汁うまいよね。よろしく頼む。ほら見て、おタンポタンポポだ。この年になるとタンポポを摘むこともなくなるね。あの頃さ異常にタンポポ摘んでなかった、なんであんな摘んでたんだろうね。なんかタンポポ食べてる子いたな、もう今となっては日常的に触れるタンポポといえばお惣菜とかに、ね、刺身盛りとかに入ってるタンポポしかねえわ、増加の儚かねえぜ。持ちやすそうな鳥さん、なんていう鳥、黒いのはわかるの、クロサギ、ドゥ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 レモンは取り替えてほしくないよね。てかさ、飲み直すどっかで、え、オレンジ来る？いや大丈夫、オレンジ猫いるから。かわいいよ猫、あ、でも全然嫌だったらすぐ帰っていいし今の会社の給料で満足してますか？うち2倍を出します。福利厚生もしっかりします。ベンチャー企業なんで入るなら今ですよ。ここで悲劇が。ちょ、行かないで、行かないで。待って、待って。行かないで。行っちゃった。はあ。別れは突然なんですね。名残ゆけぼ。時を知り、過ぎた季節の後ね、今、あ、やばい、待って待って、やばい、待って、染みてるご飯だけ一回、紅生姜。で、まあ、一応その私113キロもあるので、まあ、そこのとこちょっとお世話になりますみたいなよろしく頼む、よろしく頼むっていう風な感じでお伝えしてたのよ。さあ、全然そういう好きな人いますよみたいになって、でもうポンポンとトントンと、あの日程も決まって時間も決まってお店も予約してくれてみたいな感じだったね。でしたら古町のなんか良さげなしゃぶしゃぶ屋さんだったかな、
予約してくれててさ、で行ったわけさ。したらお店着くじゃん、7時半だったかな、どうもって言ったら、えっていう顔されて、えみたいな、えみたいな、そのいい感じのえじゃなくて、なんかびっくりしてて、なんか隕石落ちる前みたいな顔えみたいな顔をしててさ、おっとってなって、あどうもどうもみたいな、座ってすごい困惑されてたのね、その方ね、えってなってさ、そしたらあ今日実はサプライズでみたいな実はチカポンさんっていうことは黙ってたんですよみたいな言われて、でだからすごいサプライズにしてくれたんだって、私のことサプライズになるかなっていう、トラウマにならないってちょっと心配になったんだけど、唐揚げ、うん、知らなかったっていうところにすごく恥ずかしい。なぜ恥ずかしいかっていうと、自分に対してねあすみませんってなって、多分ぽっちゃり好きの方を呼んでくれたんだろうけど、大丈夫かなみたいな、ちょっと一物一末の不安を覚えたんですけど、でもすごいありがたいよね、こうやってさ出会いを提供してくれるんだもん。で、まあ、普通に自己紹介してみたいな、ご飯食べてすごい楽しかったんだけどさ、私一個すごいやらかしちゃって、チャンネル登録よろしく頼む。すごい楽しかったの、だからすごいお酒飲んじゃって、で結構酔っ払っちゃったの、多分疲れてたのもあるんだろうね。私最近ハマってんのよ、なんかこの間の生配信とか、この前の動画でも多分ちょいちょい小出しにしたんだけど、うわっありがとうだみたいな、友達とよくその喋り方をしてて、酔っ払ってさ封印してたのに、それがその扉が開いてしまって、うわっそうだみたいなこと言っちゃってさ、もうちょっと時止まったよ、え何ですかそれみたいになっちゃってさ、それ当たり前だよね、本当にやるかしたわあれ。どうしたもんかね、やっぱり出ちゃったと思ったもん、いつものやつうみたいな、この熱血野球部でもないけど、その感じがすごい好きで、最近喋ってんだけど、まあ出ちゃって、マジでみんなも、もしこの独身の方、彼氏いない彼女いないパートナーの方がいないっていう方がいて、で今後デートとかあったら、マジ日常の日頃の癖出っから、マジで結構ね、それまでは順調だったんだよ、なんか意外にも家庭的な私みたいなこんな感じだけど、ガサツだしガリガリだけど実は家庭的ですよみたいな、お料理もするし、なんかそういうエピソードトークをしたはずなのよちょっといつにはない女子した私だったの、うん、おいしいみたいにやったりさしたのにさ、酔っ払ってどっさり出ちゃったって言ってたけど、まあ遅から早からボンカレーだったかもしれないそんなもんだよね人生、うん、結果すごい楽しくて、2軒目も予約してくれててさ、ね、その映像はこちら出して出して俺らのことをって言うからちょっと足元だけ映させてもらいました、見てこれこの写真柄にもなくアクセル飲んでんのいつもだったらさ日本酒ハイボール緑ハイウーロンハイなのにアクセル飲んでんのこれ友達に送ったらさ、やってんだって言われたら今度なんかみんなでスポッチャ行こうみたいな話になって、今結局予定を立ってないんだけど、すごいお優しい方でした。どうも、編集中の私です。編集をしながら気づいたのですが、私、男性陣への感謝の気持ちを全く述べていないことに気づきまして、この場を借りて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。すごく偉そうに語ってるように見えたら本当に申し訳ありません。言っていくんで私に、はい、ということで続きをどうぞ、今後もうこの癖を封印しないとね、うちなる市原隼人なんかこれ前も動画の中で話したかもしれないけど、ありのままの私を愛してもらいたいっていう気持ちない、でもこれって傲慢なことなのかもなって思ってる自分もいて、なぜかというと、こう何の努力もせずに人に愛されようだなんてっていうさ、だけどこれ難しいね。でもさ、最近結婚願望薄れてきて、なぜかというとですね、皆さんネトフリ入ってる？
私兄のアカウントで兄が月額払って兄のすねをかじり舐めり炙ってるんですけど、元振りの愛の里っていう愛の絵のスタッフさんが作った35歳から60歳ぐらいまでの男女が一つの、古民家、山奥の古民家に入ってそこでまあ恋愛していくみたいな。今までさ、あの恋愛リアリティドラマ本当にアンチだったの。でこれ何がアンチかというと、出演者の皆さんとかその番組自体を嫌ってるわけじゃなくて、私自身がそういうキラキラした恋愛をしたことがない、恋愛をしていないで、なんていうのかな、劣等感というか、そういう人の恋愛を見てる余裕なんてなかったわけなんだけど、友達あのマリナさんとかがすごい見なみたいな、めっちゃおもろいからで、Twitter でもバズってたし、普通の恋愛リアリティドバンダスマイカマッカンダイマッカ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 って見たんだけど、めっちゃ面白かった。うん、見てる人いる？なんかさ、それでさ、一個ちょっとすごい胸に刺さった言葉があって、60歳ぐらいの男性がいてさ、男性がやっぱり素敵な人って過去に誰かに愛されたことがある人なんだなって言ってたわけ。はっ、ってなってってなって、もう突き刺さったよね、うわってぐらい本当に、なんていうのか、その恋愛という意味での愛みたいなのをもらったことがないし、与えたこともないなっていう風に気づいたわけ、この年で。これってまあまあなんか絶望的だなって思ってさ、人を好きになったことあるよ、もちろん片思いいっぱいしてるし、だけどそれって愛じゃなくないみたいな、愛じゃなくない、赤くなってきちゃったなんかみんなの好きなチーム教えてどうしよう。私はね、どうが好きだな、参加者の方がこうやってやって手を掴んで巨人化するところがすごい。よろしく頼む。やばいことに気づいちゃった。とんでもねえ。みんな気づいてた？司ってるわ。牛豚鳥、全部揃ってる。おい。